栄の松坂屋名古屋店で始まったのが初夏の大北海道物産展。会期中、初出店4店舗を含む合わせて90の店が出店します。カニやイクラなどの豪華な食材が会場の至るところに。東海地方初登場のスイーツも目白押しです。札幌で大人気だという北海道産の小麦を使ったふわふわでもちもちの生ドーナツに、こだわりのヤギのミルクで作るクリームパンも。北海道の美味しいものはスイーツや海鮮の他にも。イートインコーナーではフレンチ系ラーメン店のなんともインパクトのある新作ラーメンが登場です。何なんだろう、ちょっと触りますね。ああすごい、アイスになってる。もなかアイスだ。これアイスと意外にも合ってます。味噌ラーメンのコクが増していくというか。今回イートインに出店する2店舗は母と息子それぞれのお店、親子対決になります。息子にはまだまだ負けられないと思ってます。全然違うタイプのラーメンなので、ちょっと楽しんでもらいたいなって思ってます。続いては物価高に負けないお値打ち価格の魅力のコーナー。わけあり格安企画と題して、カニの足が少し折れているという理由で通常価格の半額に近い値段です。サイズも大きいサイズを使わせていただいているので、食べ応えもありますし、普通でお買い上げしても6000円7000円は軽く1キロですると思います。お手頃に北海道の幸が味わえる1080円弁当は各店舗開店30分ほどで完売となりました。そしてお待たせしました、超人気スイーツは。全国の物産展への出店を取りやめていた石屋製菓が1年半ぶりの出店です。北海道の定番スイーツ、白い恋人を販売する石屋製菓。実は鳥インフルエンザの影響で原料の卵が不足し、安定的な製造の見通しが立つまで物産展の出店を取りやめていました。念願の復活に合わせて、本店でさえまだ出していない全国初登場の新作スイーツを名古屋に持ってきてくれました。その名も白い恋人ロールケーキです。真っ白な生地の間に白い恋人のホワイトチョコを使ったクリームがたっぷりと詰められています。11個買ってます。5個買います。先行販売で一番に食べれるかなと思って。はい、もともと名古屋の皆様には白い恋人大変好評いただいておりますので、名古屋の方でかなり好評いただければ十分北海道でも販売できるということで、今回は松坂屋さんで一番最初に販売させていただく